皆さんこんにちは。骨格輪郭コンプレックス改善美容師の竹迫です。今日もよろしくお願いいたします。大変ご無沙汰しておりましたね。ちょっとバタバタしておりまして動画をサボっておりましたが、その間に YouTube のおかげさまでたくさんのお客様と出会うことができて嬉しかったです。本当にありがとうございました。そして温かいコメントもとても励みになっております。本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日の動画はココチャンネルで初なのですが、ご来店していただき直接施術をさせていただくモデルを引き受けてくださった勇者の方と動画を作らせていただきました。ミンミンさんという方なのですが、とても綺麗な方でもあるのですが、可愛らしい方でもあってね、私なりに骨格や輪郭のラインの作りやすいようにカットさせていただいて、お家でも再現しやすいように簡単なヘアラインの作り方などを練習していただきました。その他にもお客様目線で質問をご用意していただいて、頭皮の悩みやミンミンさんはじめエイジング毛の髪質に向いているヘアカラーについてなど、私の個人的見解になりますが、同じお悩みを持った方にも参考になると思うので、ぜひ見てみてくださいね。今日もちょっと長い動画になりましたので、概要欄の方に目次を入れておきました。気になるところをチェックしてみてくださいね。ではグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ミミさん今日はどうもありがとうございます、はい、よろしくお願いします。初めましてですね。そうですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。さて今日は、お悩みっていうか、ね、コンプレックスというか、コンプレックス、おでこ、子供の時からずっとおでこ広くって、はい、顔がまあ面長なのと、はい、それと私ココさんの動画を見ていて、ありがとうございます。はい、で多分顔が真ん中に寄ってるので、うんうん、でとあとまあこの辺とか、みんなに痩せてもないのに痩せたって言われるのがすごい実は嫌なんですよ。分析の方で少し取りこぼしがありますので先に補足させていただきます。事前にいただいたお写真でミンミンさんを分析していきますと、おでこ上顔面、眉間から鼻下の中顔面、鼻下から顎の下顔面の比率がほぼ同じ、横より縦が目立つ面長さん、痩せていないのに痩せて見えてしまうということが大きなお悩みとあります。それを緩和させるためには、縦感の強い印象を横の印象に近づけることと、ゴツゴツして見える輪郭を柔らかく見せることが重要になってきます。お写真ですと若干顎が上がっていらっしゃるので下顔面も少し長く見えるのですが、実際は鼻下から顎の下顔面よりおでこが前に出ているからなのか、上顔面の方が目立つように見えました。まずお写真だけでの分析をしますと、メイクの上からですが目と目の間に目が一つ余裕で入るタイプ、ご本人様はパーツがお顔の中心に集まっているとおっしゃっていましたが、そんなこともないんですね。面長さんは骨格が前に出ている方が多いので、少し横から見ると中心までの距離が広く感じる場合もあるので、目の横から後ろが広く感じるかもしれないのですが、真正面から見るとそんなに真ん中には詰まっていないです。横顔も大事ですが、人は真正面でお話しされると思うので、真正面の印象で分析していきます。彫りが深くない東洋人の面長さんの場合、正面から見ると目の横幅が狭くなる方がいらっしゃるので、横を重たくするとお顔が窮屈に見えたり、縦感がより目立ったり、逆に真ん中が広く見えたりします。その場合、真ん中を埋めてあげる薄い前髪やフェイスラインが綺麗なら光を上げたり、横幅が広く取れるのでワイドバンクなど有効です。ミンミンさんはフェイスラインは綺麗な方ですが、コンプレックスで痩せて見える理由の一つにこめかみがへこんでいるということ。こめかみ、頬肉や頬骨が気になる面長さんの前髪の作り方では、コンプレックスを強調しないヘアラインに気をつけること。例えばベビーバング、ベビーバングは非常に可愛くて明るく元気のある印象を与え、おでこが広めの方には有効なのですが、どうしてもコンプレックスがもろ出しになってしまい、面長さんの場合は縦感も出てしまいます。それともう一つ、可愛いや横の印象を強くしたい面長さんに向いている前髪といえば、
少し長めの前髪や幅を広く取ったワイドバンクと一般的に言われております。前髪を少し長めにすることにより、さらに縦が縮まり、鼻の間延びを縮めることにも有効です。ミンミンさんは割と目の位置が下の方にあるので、鼻の間延びや頬の長さはそんなに目立たないのですが、こめかみのへこみをカバーするサイドバンクが必要です。前髪の長さが短いと縦感が出てしまうので、フェイスラインを出さない場合、より可愛いを作りたい場合は少し長めの方が横の印象を作りやすいということになります。前髪の印象について気をつけなくてはならないことは、眉毛の存在がなくなるぐらい分厚くなると下3分の2の面積のパーツも目立つということ。良いことでも悪いことでもあります。目、鼻、口などパーツを個性的に目立たせるには有効ですが、コンプレックスだと思う場合には鼻の大きさやシワやほうれい線などにも目線がいきます。ストレートで直線、単純なヘアラインだとさらにお顔の縦のものも目立ちます。例えば頬の長さ、鼻の間延び、人中の長さ、手のたるみなど、クールや大人っぽい個性を出すのには有効ですが、年齢を重ねると老けた印象、疲れた印象にもなります。コンプレックスがある場合、薄めの透け感のある前髪や軽く華やかなヘアラインにして、目線を内側でなく外側へ分散させるとパーツも華やかに引き立ちます。ミンミンさんも特にお目目が柔らかい二重と半月目、瞳も大きく涙袋もあるということで、目の印象も割とシャープではなく丸い可愛いお目目になりますね。なので透け感のある薄めの前髪で縦の距離を縮めると可愛い目のパーツを目立たせ、上下の縦感の分散をさせながら横の印象、可愛いを強調することができます。ミーミンさんが頬や鼻が間延びしない目の位置が下に見える理由として、チークもそうなのですが、下まつげの工夫、涙袋、黒目が大きく半月目で二重がアイラインをたくさん引かなくても目を縦幅の方を目立たせることにもあります。眉と目までの距離があるので、それらは人中が長いことを緩和させることに非常に有効であります。他に髪型以外のバランスで中顔面を縮められるとしたら、下まつげは上手にやってらっしゃいますので、眉毛を薄く目と唇に目線を持ってくると中顔面を短くしてくれます。眉に存在感が強すぎるとバランスを取るために目も濃くなる方が多く、その上に唇が抜
をよく研究し工夫していただいたら、トップではなく鉢植えからのボリュームの工夫が大事です。そのスタイリング方法もミンミンさんでやらせていただいたので参考にしてみてください。長くなりましたが、以下の動画もどうぞよろしくお願いいたします。で、あと髪型的にはずっとボブだったんですけど、うん、今伸ばしていて、もう少し伸ばすの やってみたいかなと思ってるんだけど、はい、どういう風にしていったらいいのかが分からない。老けた感じにはしたくないし、うん、っていう感じでお出したいです、うん、はい、はい、した。じゃあまず骨格的に見てみますと、丸いタイプで、やっぱり見た感じからしておでこが一番広い方ですね。うん、まあ上顔面に目が行きやすいっていうこと、方によってはベビーフェイス、可愛いのも作りやすいっていうことになります。面長さんに見えてしまうのは多分おでこが広いからっていうこともありますよね。おでこをちょっと縮めるようなことをしていけば、卵型さんにもなりやすいっていうことにもなりますね、はい、平均に近づけるとしたら、うん、で前髪を作ったらいいんじゃないかなって思います、はい、上下を縮めるっていうことにもなりますね。ただ前髪の作り方で一つ気をつけなきゃいけないのは、うん、このこめかみがやっぱり引っ込んでいる、うん、ということでちょっとゴツゴツしたイメージになってしまうので、うん、前髪の作り方によってはここを強調してしまう場合があります。で短くしても8-2とかでもおしゃれで似合いそうなんですけれど、やっぱりここが出やすいのでここをカバーしていく前髪にした。なんか腕、エクボ、うん、肩エクボなんです。こっち側だけエクボがある、うん、いただいたお写真ちらっと見せていただいた時は、うん、こっちにそう、右の方右で多分勝手に分かれる、うん、で雰囲気変えたい時は左にしたりもするんだけど、うん、多分もう本当に何もせずにいると右で分かれちゃう感じ、うん、あ、こっちで、そう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 、カバー方法としては、うん、例えばこういう風に輪郭をこうやって覆ってしまうより、うん、上げてた方がぼかしやすい。あ、ヘアラインがコンプレックスに近づいてきたりすると、うん、余計とコンプレックスを際立たせてしまう、コントラストで、うんうんうん、それか出してみるのもいいですよね、うん、だけど華やかなヘアラインとかがあるとなおいいです。そっちの方に目を向けることができる、どっちかっていうとこっちの方が上がってる、うん、ああうんうんうん、こっちがどっちかっていうと平面的ですよね、うん、そうなんです、うん、ということは、大人っぽいを作りたいっていう時とかはこっちを出しちゃえば大人っぽいが作りやすくなるっていう、あ、長いっていうことになるので、うん、で可愛いは横を広げていくっていうことになります、うん、でこっちは、立体的でちょっと縮んでるわけですからそのままでもいい、 もしくは出してもいいんですよ、うんうん、で可愛いを作りたいんだったらこっちの平面の方に横を出すラインを作ってあげるとバランスが取りやすくなる、うんうんうん、こっちを縮めるヘアラインの誘導を作ってあげる、うんうん、こっちは出してても出してなくても縮んでるわけだからいいんです、うんうん、これ、うん、だから一番簡単なのはサイドパンプをここにカールが入るようなミミンさんの場合は上じゃなくてここに入るという。上に出しちゃうとここがへっこみ止めだ、うんうん、ここに入る、カールが作れるとなおいいです。あ、じゃあもう頬に少しかかるぐらい、うん、それか、うん、カットラインでも大丈夫です。ここ、うんうんうん、そうするとここが広がって見える。それでもう一つ言うんだったらここら辺の、うん、何かエラハリとかですか、気になる、気にならない、それは、まあ、まあ貼ってるけども他の部分が気になるからもう、うん、あんまここ気にしない、うん、例えば逆三角形にしたいなっていう時とかは、あ、はい、ここを広げて、うんうん、ここを閉じればいいわけですね。うん、そうすると、うんうん、耳横は広げて、うん、ここに一つワンカールを入れると、うんうん、自然に逆三角形が作りやすい。物語さんで一番いけないのは、うん、これを何もここを広げなくて外羽を作ってしまうから、うん、外羽っていうのは首を長くしたり綺麗にしたりするのにとても有効なんですね、はい、ミディアムラインとか、うん、だけれどここを膨らませないで
それを作ってしまうからめちゃめちゃシャープになってしまう、ね、あの一般的にモナルさんが外羽は嫌いって言われるのでいらっしゃる。だけれど外羽って一回ここにこうやって作るって、うん、耳横を膨らませてあげるとより横が広げられるっていうことでとても有効なんです。丸川さんだけのものではない。丸川さんはシャープになるからここが、うん、なので一つ作ってあげるとすごくキュッとシュッとなるんですけれど、おもながさんでもここを広げればすごく有効的に簡単に中顔面を横に伸ばせれるっていうことにもなるね。うん、だからまあミミンさんは自然とここを広がりやすい方ですもんね、うん、ね、だから作れるといいと思いますね、はい、うん、で、まあ、あとはできたらちょっとクセ毛もふんわりしてるっていうのは、うん、時にはチリチリっていう風な感じにもなっちゃうんですけれど、はい、けれどそのボリュームを利用して騎士型のラインを作れるとより可愛いかなって言って、うん、ミミンさんは前髪はどうしたいって言ってました。前髪はね、もう作ってくださいです、うん、いつも作ってるんですけど、結構もうオンザ眉毛とかでも全然私は大丈夫、うん、で、うん、あのどんだけしてくださっても全然いいです、うん、どうせ伸びちゃうから、うん、オンザ眉毛でも似合います。おでこが広めの方だから、うん、だけどその焦点がどこに置くか、そこのオンザ眉毛にするんだったらここはこういう風なラインを入れた方がいい。そうするとここがすごく高くて普通にシュッてなったりするので、はいはい、結構縦が強調されちゃったりとかするので、カールがあった方が上品になりますので、はい、ちょっとゴツゴツ痩せてないのに痩せて見える。そういう方は緩やかなカールがあったりとかする方が骨格を柔らかく見せてくれたりするので、フェイスラインとかに作れたらいいなと思いますね、はい、コテとかは苦手ですか？あのね、そう持ってはいます、はい、持ってはいますけど、その例えばコテをするにしても、うん、どこから始めたらいいのかとか、うんうん、もうそのくらいのレベルで分かんない感じ、うん、なんか、うん、YouTube とか見ててもすごく皆さん上手にされるけど、うん、私再現できないってすごく思ってるタイプです、うん、はい、やっぱり大長さんでロングっていう風だったら、うん、A ラインとかになってしまうので、あ A ラインっていうのはこういう単純なラインのことなんですけれど、はいはいはい、そうするとどん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 縦が引っ張られていくし、うんうん、なのでまあ可愛いカールをつけて横に広がりのつけてあげるのは絶対必要なんです、はい、だけれどショートボブとかしてたらその必要はなくなります。こういう風になったら自然にボリュームは押されるから下に行ってしまうし、ここもペタッとなってしまう。でレイヤーを入れて軽くしていくことでこういう風に横に広げるラインっていうのは作りやすいので、ショートボブって誰でも結構似合うんですよ、どんな人でも。ただラインの作り方がちょっとおかしかったりとか、ここをちょっと工夫されてなかったりとかしてしまって、パーツによってカールが必要な人とかやっぱりいらっしゃるので、シュッとしてたりとかそういう人とかはストレートの直線のヘアラインとかにしちゃうと余計と男っぽくなっちゃったりとかするので、ちょっとカールを出したりすれば似合ってくるんですね、はい、うん、なので切っても似合うんです、うんうん、後でスタイリングやりますけれど、はい、その難しく考えないで毛先にワンカールでできるようなカットでやっていけばいいと思いますね、はい、白毛が出てきちゃってちょっと、はい、ちょっと毛先のパサつきとか気になります、うん、なります、なります、うん、じゃあちょっと前はカラーを毛先にアルカリカラーをやりすぎた、多分そうだと思います。カラーお願いしますって感じでお願いしていたので、うん、どういうものだったのか私が聞いたことがなくて、うん、そう例えば根元を染めました、で、うん、あ毛先キラキラ今日出てますね、染めましょう毛先までっていう感じで、しょっちゅうしょっちゅう全体カラーをされてた。いや、そうでもなくて根元でとか、うん、ハイライトっていうかそういう感じでちょっとやっぱ髪の動きとかそういうことはしてたけど、うん、すごくしてたわけでは多分ないと思う。あ、でもだいぶもう髪今ないと思うけど、金髪にしたこととかもあります。あ、その時はね、すごいやっぱ痛んで、ブリーチするとめっちゃ痛むなって思ったので、うん、それ以降もブリーチはちょっと嫌だなとか思ってます。うん、なるほど。はい。ヘナはされてる。うん、そうなんです。うん、あの
もちろんヘアカラーもしてたんですけど、うん、やっぱりちょっと傷んでしまうということで、まあ、ヘナに変えて、で前のカラーの時よりはだいぶ髪のコンディションは整ってきたなって思ってるんですけど、ただやっぱどうしても髪も黒くなるし、あと思ったより多分私白髪じゃないのか、あんまり赤みもすごく出るわけじゃないので、もうちょっと軽くしたいとかっていうのはあるので、本当はものすごくやりたいわけじゃないんだけど、まあ、この方法しかなくってっていう感じで今はヘナをしています。うんうん、ヘナはブリーチ力がないのでね、うん、白髪にしか取ってない、ね、そうなんですよね、うんうん、黒髪は明るくなることはないですね、うんうんうん、だけど、残留色素っていうのが強すぎてカラーチェンジできないっていうので、美容師さんにはいろいろ考え方があると思うんですけれども、うん、その美容師さんによってミミンさんの最善のことを多分アドバイスされたと思うんですけれど、うん、私の考えではヘナっていうのは今後のことを考えるとカラーチェンジがそうやってできないんですね。ブリーチしないと色が抜けない。でブリーチしたとところで綺麗に抜けるかったら抜けないんですね。ムラムラになってしまったりするので、うん、私はあんまり勧めてないですよね。で、うんうん、まあ、うちはハーブ系のやつは一応肌の弱い人とか髪傷めたくないな、うん、髪を明るくする必要がない人とかには、うん、ハーブ系のやつを勧めてますけれど、それは色落ちはします。アルカリカラーと同じぐらいの色落ちです。色が落ちるっていうことは残留それだけしないっていうことなので、ヘナとかに比べると傷んだアルカリカラーの、例えば竹ぼうきみたいになった毛先にですねやり続けると硬くなってくるんですね。でガチガチになってくるとか、バリっていう風な感じになってしまうので、コーティングを重ねてくる、うん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 、でもそれがないっていうことなんですね。柔らかい、まあ、ヘナに比べると柔らかいで、まあ、ある程度あのカラーチェンジもしやすいっていう形になりますね。今日はやるとしたら、うん、今後カラーチェンジして明るくしていきたいなっていう風だったらアルカリカラーで根元だけをやっていく、うん、はい、もういいんじゃないかなと思います。どうしても髪が暗いとか、うん、そうなってくるとちょっと窮屈になってきたりとかして、うん、そう、なんかね、重いヘアラインが顔周りに行くとパーツに目が行ってしまったりとかするっていうか、うん、いいことでも悪いことでもあるんですけれど、うん、目が行きやすくなる、うん、明るめって言ってもまあまあ真っ黒じゃない方が、うん、いろんなものが柔らかくなったりとかしますので、一つ考えてっていうのは白毛がもっと多くなったら、うん、茶色くなりますけどね。ああ、うん、そうそうそう、はいはい、あでもあの色変えていただいて全然いいですそうね、保湿でハーブ系のやつで少し落ち着かせながらカラーリングでやっていこうかなって思います。方法としてはフェイスラインにハイライトを入れるとか、はいはい、そういう方法もあるんですけれど、うん、ちょっとヘナやられてるので、うん、痛むだけかもしれないんですよ、カラーチェンジができる、うんうん、今は必要ないのかなって思います。多分15日ぐらい前に染められたぐらいです、ね、2週間ぐらい、うん、そのくらいだと思いますですよね、はい、期間だとまだちょっとヘナ入れた後だと残留色素が残ってるんで温ませるだけだと思うので、はいはい、例えばアルカリとかで根元を染めつつやっていった方が時間かかっちゃうんですけれど、様子見ながら、はい、やっていった方がいいかもしれないですね。これあでもすごい勉強になります。私の考えとしてはだけど、だから私は変な好きじゃない、やる前には必ず言って、うん、カラーチェンジできないよってうん、パーマとかも縮毛矯正もかける予定ないですかって言って聞きます。あとでちょっと面倒くさいことを話してみます。で一つ言い忘れたんですけれど、私があまりハイライトっていうか、うん、ハイライトをやることはやるんですけれど、うん、なんで進めないかっていうと、私たちも40代過ぎると加齢もエイジング毛っていうんですけれど、うん、になってくるんですね。エイジング毛っていうのは髪が細くなってくせ毛がさらにひどくなるっていうことで、うん、でそれにハイライトとかのブリーチとかのダメージを加えるとまたそのくせ毛がね悪化するっていう場合があって、ハイライトやっても白髪ぼかしなのにもっと汚くなるっていう感じの一つ考えられるんですね。くせ毛だとバサッと見えやすくなるから艶がなくなって見えやすい。
っていうことになってくる、はいはいはい、ハイライト、ダメージっていうのがね、私たちぐらいの年代になってくるとツヤ感っていうのが大事になってくるので、やってもいいんだけれどケアがやっぱり必要になってくる、バームをつけたりとかオイルとかでもいいんですけれど、それでチリチリを抑えたり、まあ宿毛矯正するとちょっとハードルが高くなってくるので、そのダメージモードのバランスが、なので結構宿毛矯正も間違ってやっちゃうと、バシバシになってしまうし、っていうのであんまりハイライトとかっていうのは、そうだなと思って。ありがとうございます。そうだからちょっとね、まあシャンプーした後だからあれなんですけれど、ここのとこ上頭頂部が黄色いですね、でまあこっちに行くと、まあ、白、ちょっと赤みもあります、茶色が強い、ここから薄くなってくると思います。へえ、そんなことわかるの？大体みんなそうだから、まあ大体みんなそうです。頭頂部から薄くなってくんで、特にこの辺ですね、ここを気をつけてマッサージをよくして、はい、あとなんか育毛剤スーッとしないやつね、やっててあげてください。はい、ちょっと頭皮もやっぱり動きが悪いからね、みんな下の方はね、白かったりするんだけれど、赤いと、乾燥か脂っぽいか、でもミミンさんの場合は乾燥の方だと思います。脂っぽくないんで、あと日焼け注意ですね。いつも帽子ちゃんとかぶって、かぶってないそうだから、そうなんかそこもちょっとあれで、でも帽子かぶってるとペチャってなっちゃうから、外した時に、なんかこうね、あのそう、そこがねみたいなのがあって、そう、あとね帰ってきたら育毛剤をつけてあげるっていうことですね、外から帰ってきたら、日に焼けたりとかしてるともうすぐ乾燥であれしちゃうので、シャンプーアートばっかじゃないんですよ。え、そうなんですか。はい、日に当たったなって思ったら帰ったらすぐやってあげてください。あ、はい、わかりました、はい、長さは整えるだけだと思いますね。はい、はい、
願いします。はい、お願いします。あとなんか質問とか。質問は、はい、あのね、うん、もう本当に情報的なあれなんですけど、はい、美容院って何ヶ月に1回というか、はい、その頻度とかって、はい、あ、はい、どうなんですか。あの白毛が目立たないとか、うんうん、そういう風だったら、うんうん、カットが持てばカットのタイミングで、みんなだいたい1ヶ月ぐらいで気になっちゃって染めに来てくださいますけれど、1ヶ月はなるべくなんだかんだ持たせてあげてほしいです、地肌のためにも、うんうんうん、ゼロタッチとか、うん、地肌につけないで染める方法もあったりするんですけれど、うんうん、それでもいいんだけれど、今度髪の方のダメージが強くなってしまうので、まあ、ミミさんはヘラだったからね、そう今まで関係なかったと思うけれど、うんうん、やっぱり大抵でも1ヶ月は空けた方がいいと思います、私は思いますね。やっぱりね、地肌のダメージも大事ですけど髪のダメージも大事なんで、私たちエイジング毛になってくるとダメージって普通の髪の毛のね何倍も受けやすい髪になってきてますので、細くなってくるし、うんうん、まああのミミさんだったらそんな白毛もないじゃないですか、うんうん、できたらここなんだかっていうなんか、うんうん、こういうなんかちょっとつけるさ、なんか あれとかでやれたらいいけど、ミミさんはここが寝ちゃってるのね、だからつけづらいですね。あ、寝ない人もいるんですね、うん、まあ、大体寝てるみんな大体寝ちゃってるから、うん、汗もかくしね、なんだかんだちょっと工夫してね、マッサージもこことかよくね、こう血流を良くして引っ張ってあげたりとか、うん、女性は何だったっけ、何でしたっけ。あ、分け目の変え、はい、変え方、はい、分け目、うん、まず、はい、寝癖は毛根から来てるので、はい、水分を毛根につけたらよくマッサージしますね、うん、あ、寝癖の元って毛根から来てるので立毛筋を刺激して、はい、毛根から目覚めさせてあげてから癖をつけるっていうのが一番いいんですよ。よく髪の毛だけに水をつけても寝癖って治らないです。あ、そして1センチずらすで、うん、やってもらうといい。先にこういうのを作ってもらって、うんうん、で乾かす、こっちから当ててあげるっていうですね、背をつけてあげるっていうことが大事です。そうなんですね。ミミさんの場合はね、うん、この頭皮がそんなに高くないでしょ。はい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 、はい、高くないからそんなにねトップを立ち上げちゃダメなのね、うん、例えばどっちから分けるってさっき言ったっけ。勝手に分かれんな、ここ、ね、ここら辺に分かれて、うん、かわいいを出すときはこっち、うんうん、本当はかき上げ風だとこう湾曲にしてやってあげるといいんですけれど、うんうん、そんなに立ち上げる必要はない、ふわっとさせるぐらいです、うんうんうん、ここをガッてやっちゃダメです。縦だけどんどん長くなってきちゃうので、はいはい、あと前髪は必ず作ってあげることですね。おでこも狭くは見えないはずです。すごい、なんかこうほらちょっと年取ったりとかすると、うん、トップ上げるといいよみたいな話があったりね、うんうん、するけど、上げた方がいい人とそうじゃない人がいるんだよね、うんうん、どっちかって言ったら、うん、おでこが丸い方は、あ、でもここがあるから、まあ、四角によってしまうんですけれど、うん、丸い人はここがある人、うん、縦に長いっていう人は横を本当は膨らませてあげる、ここにボリュームがあるといいかな。勝手なイメージというかそういうのかなと思ってたけど、うん、違うんですね、うん、あ、お腹さんだから上に上げちゃう、うん、でもすごくゴージャス感を出したいとか、うんうん、もっと高級感というか、うんうんうん、そういうのを出したいという時はもう派手派手に真上に上げてあげても全然いい、四角い人は。なんか横の線ばっかり作っちゃうとね、ここが出ちゃうとおでこだけが広くなっちゃったりする場合があるんで縦感があった方がいいですね、うん、おでこが丸い人は、うん、あんまり縦感出しちゃうと逆にすごくとんがってきちゃうかな。すごい、なんか
テレビの女優さんとかなんかいろんなコメンテーターの人とかすごい見ちゃうかも。ああそうですね、見て面白いと思います。ちょっと質問がいくつか、じゃあそれであれなので、はいはい、あでさっきの、はい、やっぱりじゃあ夏は帽子とかかぶった方がいいですか。夏はね、帽子かぶってください。髪型が崩れちゃうとか、うん、そういう風だったら、うん、帰ってきたらすぐに保湿効果のある育毛剤をつけてあげてください、うん、必ず頭皮、うん、日焼けしたままで置かないということですね。はい、スーッとするやつはダメですよ。はいはいはい、シーブリーズ系の、あ、はいはい、うん、あれはね、アルコール分が強いからスーッとするわけであって、余計と肌を乾燥させてしまう場合があるので、うんうんうん、脂肪性のおじさん、あ、脂肪性の人とかには向いてますけど、私たちなんかは乾燥して しまうので、うん、乾燥が肌トラブルを起こすので、はい、保湿系のやつをつけてあげるといいです。安いやつでもいいんですけど、はい、でも帽子かぶれない日はそれをやってあげる、うん、あ、はい、行く前とかはね、育毛剤をそのタイミングでつけると逆に焼けやすかったりしちゃうかもしれないので、あ、帰ってきてからケアをしてあげた方がいいと思います。はいはい、あ、うん、じゃあ、まあ、日傘か、まあ、帽子はやっぱりあった方がいいですか。もちろんもちろん、はい、でした。そう、めっちゃ可愛い。可愛い。可愛い。はいはい。そうすると、うん、ガーリーな可愛いイメージが内巻きだと作れますね。うん、はい。可愛い。で、ここもあまりシャープすぎない、ちょっと丸さが出た感じの前髪。うんうん、かっこいいだとここをもうちょっとシャープにするんですけれど、うん、ちょっと今日は可愛いのものをしてます。はい、はい、で伸びてきてね、うん、ここがボリューム減ってきたなって思う時、あ、はい、厚めにしてもらって、はい、根元だけねこう上げた時にちょっとやけどしないようにね、はい、ここだけ一つ巻く、はい、と、あ、こういう素敵、はい、うん、と膨らむね。上に上げてね。はい。うん、あ、はいはいはい。そう、それでまた持つんで、うんうん、カットが、うんうんうん、持ちやすくなるね。こっちも、うん、根元だけ、はい。ちょっと厚めだからね。はい、これ厚いのを全体にやっちゃうとダメだから、キラキラキラ、はい、でも根元だけ、そうです、はい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 、うん、に一瞬だけやってください、うん、はい、で、もう鉢の上っていう感じですね、うん、をギュッと、そうするとまた、はい、伸びてきたらがいいです、うん、もうちょっと、はい、あの、はい、ここうん、そしたら、うん、こっち持ってきて、これきだからアストレタイロンより簡単で、うんうんうん、なのでそれが覚えれたらもっともっといっぱい作っちゃえばいいですね、これで、うん、かわいいでしょ、かわいい、うん、簡単でしょ、うん、ここ気をつけてね、はい、
立ち上がり、はい、うん、あ、ここですね、ここね、はい、ここ、これですね、これ作りやすい、そうすると上品な感じになる、うん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 、そう、できそうじゃないです、一つ一つ頑張ってる、ああうん、ね、でもそんなにすごい難しいことじゃない、うん、そうでしょ、そうそうそう、あら、かわいい、かわいいですよ、本当にひし形になった、うん、伸びてきたら、うん、ここだけこっち、はあ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 、わー、くせ毛だから、うん、作りやすいと思う、そしたらもう簡単、ここだけ持って、うん、毛先だけ、うん、ここだけ巻く、おー、うん、ここも、ここだけ、うんうんうん、ここは何も考えないで外巻きか内巻きかとかじゃなくて横に持ってって、うん、このままここのシーカールが作れればいいってことなんで、うん、ボリュームが、はい、そう、短いうちは上から多分作ってもいいし、うん、長くなってもひし形が作れてればいい、うん、持ちますよ、うーん、はい、感じでね、うん、そうそうそう、絶対普通のラインよりこういうラインがあった方が、うん、かわいい、ちょっと、ちょっとやってみてください、はい、わかりました、はい、でこの辺のところ、そうそうそう、はい、はい、じゃあこう、はい、反対、反対、はい、ここか、そう、うん、そう、で根元だけだったらもうこのままで、そうそう、もっと倒す、あ、もっと倒す、はい、根元だけね、根元立ち上げでしょ、はい、根元立ち上げは、うん、このぐらいにして、そうそう、で、そうそう、あ、あ、手もこっちも、うん、はい、1、2、3、4、5って感じで、うん、もう、うん、そうそうそう、あ、あ、あ、手もこっちにしっかり、はい、うん、はい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 、うん、それして、したことがなかったです、うん、はい、まあ、ミミさんはね、あんまりここを立ち上げんでいいから、こっちだよね、そうそうそう、ちょっと待って、こうして、そうそう、1、大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫、あー、だ、立ち上がっちゃったけど、でも、あ、いいよ、いいよ、いいよ、かわいい、うん、うん、うん、ちょっと崩して、うん、あ、ね、そう、あ、そうだね、馴染ませる感じ、そうそう、じゃあここのカール出してみてください、はい、あ、あとこの C カールの作り方ですね、 C、はい、はい、あ、じゃあもう一回、はい、この先の、毛先のところ、はい、毛先、はい、毛先はね、うん、ここを持ちますね、鉢、鉢ね、はい、ガバって持ちますね、持ちます、はい、で、そのまま上に持ってきてください、真上、真上、上がります、あ、大丈夫、あ、大丈夫、うん、あ、大丈夫、これがあるから大丈夫、うん、ありがとうございます、はい、で、このまま、もっともっと上に持ってきて、もっと、うん、もっと上、あ、上っていうのはこっちの上です、はい、はい、はい、で、これで、こう、はい、で、もっと上に、上に、毛先、毛先、毛先、あ、毛先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 、そうそう、毛先、毛先、毛先、そうです、そうです、そうです、そう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 、あ、で、このまま、はい、そう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 、で、うん、そうそうそう、はい、あ、はいはいはい、もっとなった、もっともっとふいってもらっていいですけど、もっとふいってもらっていいですか、うんうん、はい、じゃあもう一回入れます、はい、もう一回、はい、ふいっと持ってきて、うん、よし、で、ここまで持ってきて、そうそうそう、ふいっと、はい、はい、で、ぐりっと巻きましょう、はい、そう、巻いて、巻いて、そう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 、はい、それで、まあ、はい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 、あ、そう、本当だ、で、ちょっと、ちょっと、うん、ちょっと時間が、うん、あ、そんなに置かなくてもいいけど、うん、ね、うん、なんとなく分かったですよ、うん、ね、ここだけに行くから、うん、はい、うん、今の、ここのスタイルもいいですよ、もっと長くなったら下降りてくるので、うん、でも上に上がってて、これも若々しくていいでしょ、このボリュームも、うん、はい、ちょっと上品になってきます、
でも上品もまだ似合うんでね、それだけカットが持つってことね。これでここが巻いたからあれだけど、もっとペタコかなと思った時は、足りないなと思った時はここちょっと止めてもらって、今度ここ取って真横で、真横っていう感じで、それも毛先だけ入れます。あ、はい、わかりました。そう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 、毛先、そうそうそう、すごい上手上手、はい、こんなもんで、そうです、そうです、そうそうそう、本当だね、すごい、ね、とてもいい感じ、とてもいい感じ、うんうんうん、じゃあちょっとここを使ってみます、はい、ここの立ち上げ、ここの立ち上げ、うん、横にするやつですね、うん、はい、あ、ちょっと待ってよ、じゃあ、はい、三角、三角ね、三角、三角、ね、はい、ここのこれだけでいいです、こんだけでいいです、こんだけ、うん、はいはい、ここ気をつけてね、はい、それね、反対、うん、反対、はい、でもっとね、もっとね、耳気をつけてください、ね、はい、で、あ、うん、そうそう、気をつけてね、はい、こんなもんで、そうですね、そうです、もうちょっと前、はい、うん、はい、はい、で、離して、はい、そうね、あ、はー、ね、そうそうそう、はいはいはい、そうそうそう、はー、そう、それでできたなと思ったら、うん、今度これをの、こっち、そう、先、あの、先のところ、外羽、はい、こっちで合ってる、はい、こっち、うん、外三羽だから外、はい、そうです、そうです、これをちょっとこっちか、やけどしないように、あ、そっか、自分、ちょっと自分に近づく、そうすると、Sカールがここでできる、あ、ほんとだ、ね、ね、逆三角形っぽい、うんここがシュート、うんうんうん、はい、うん、そう、こんなね、あの、あれでもね、今度はこう、ほら、かわいい、かわいい、かわいい、そう、すごい、そう、じゃあここ作って、はい、はい、じゃあここ、はい、これはこうして、外羽、外羽ね、外羽だからこう、うん、あ、ちょっと待って、こう、うん、そうですね、これはね、あ、はいはいはい、で、私だったらこう持ってきます、こう、あー、はいはいはい、うん、はいはいはい、どうですか、ちょっと待って、こうだね、なんか、こう、あー、そっちの方もやれるかも、うん、こう挟んでだよね、そう、そう、そうじゃ、そうだね、うん、これとても簡単、ありがとう、こっちだったらいい、そうそうそう、あ、すごい、そうそうそう、かわいい、こう、これをもうちょっと伸びたら、うん、ここを目指していけばいいね、はいはいはい、そうそうそう、でこっちもやって、うん、こっちも、ってことはこう反対、あ、うん、あ、違う、今度はこっちで、今度はこっち、そうです、そうです、はい、はい、そうそう、で、こっち、あ、はい、こっちを意識しながら、はい、で、ピュッと外してみて、そうそうそう、あ、うん、ちょっとできたね、うん、で、こう、こう、ほら、あ、かわいい、うんうん、そう、あ、すごい、そう、すごい、うんうん、全体的に変わりましたね、うん、いいと思いますよ、すごい、ガーリーなのもいいし、うん、こう、お姉さんっぽいのもできるし、うん、ボリュームが縮まってきてもかわいいので、うんうん、あとね、ごめんなさい、あ、いいです、前髪の、はい、その作り方というかあれなの で、ね、ここをもう一回復習させてください、はい、前髪ね、うん、ドライアームがふわっと立ちやすい感じ、あの短い姿は、うんうん、ドライアームの方が立ちやすいやつ、ね、うん、うんうん、ふわっとしやすそう、うんうんうん、そうですね、まあカーラーとかでもいいですよ、うん、マジックカーラーでも、あ、はい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 、あの熱いやつはダメね、傷んじゃうので、あ、はいはい、熱いです、はい、伸びてきたらふわりさせてやってもいいですよ、はい、うざバングぐらいまではいけると思うので、うざバング、ちょっとうっとしいなぐらいまで、あ、はいはい、でも全然いいですので、あ、はい抜け感が出てるからそんなに重たくならないです。で、ここら辺が華やかにしてれば、うん、重たくにもならないし、はい、今まで折れるんで、はい、そう、可愛いですね。あとどうですか？
もう時間ないからそんなにはいっぱいできないわっていう時は、うん、ここだけしたら形になるよは、うん、ここだね、あここと、まあ、カットはさ、うん、丸くしてあるから、うんうん、ここっていいんじゃないですかね、うん、ここはボリューム、うん、さっきもカットしてた時にも出てるんで、うんうん、これのメリハリだけ、はい、あそうか、そうですね、うんうん、はい、じゃあね、はい、ミミさんはお着物もよく着るって言ってたから、はい、アップのアレンジね、ちょっとやっていきましょうか、はい、再生で、はい、このための後ろ髪、はい、はい、後ろ髪、はい、後ろ髪、はい、じゃあまずこれね、うん、合わせて簡単なやつですね、くるりんぱでやっていきます、はい、でしっかりしっかりというかまあちょっと緩めで、はい、でちょっと下で、はい、入れ込んでから、ここを締めます。あ、入れ込んでから締めます。はい、そうで、ここのゴムのところをよく持ってもらってから、で、ここをしっかり押さえて、はい、少しずつ出していきます。はい、はい、ここも引っ張ってもいいし、うん、はい、まあでも短いから、うん、なんかね、ここはちょっと口頭のテクニックがないとボシャって、ここ崩れやすいかもしれないので、やっぱりちょっとこっちの方がいいかも、短いから、うんうん、はい、で、ここを入れて、うん、はい、まあ、クリップとかなんか で、うん、ですね、はい、止めてもらう、うん、はい、ちょっと綺麗なクリップとかで止めたら、そうです、そうです、うん、はい、そうするとすごい楽だし、うん、で、ですね、うん、しっかりここも本当にこうふわっと、あ、はぁ、本当だ、わすごい高さ出てる、はい、うんうん、うん、こうでしょ、そうですね、うん、で、まああとは、うん、ここまとめてピンで留めてもいいし、はい、ここを少し、はいはい、出して、うん、ここからの延長のエスカールとか、はいはい、やっていただくと、うん、こうね、うんうんうん、そうすると横側にもっと立体感が出てきます、うん、はい、はい、そう、そういう感じももうすごい簡単でとてもいい、はい、そうです、うんうん、楽しんでみてください。セクシーでね、うん、いいですよ。ありがとうございます。はい、本当だ、簡単。あとはスタイリング剤、バームとか、はい、ワックス、ちょっと重めの、うん、オイルとかでもいいです、はい、それを適量、あんまりつけすぎちゃダメです。本当にちょっとこれくらいですね。本当にちょっとです。まあ、調節しながら、この小指の爪ぐらい、そうですね、あ、うん、もう本当にすごい少ない、そうそう、少なめでいいです。ミミさんの場合は、うん、はい、で巻いたところを癖毛もあるから、毛先だけ下から全部よーくすり込んで、はい、はい、ください。これで崩して気をつけるところはここのボリュームと、はい、ここの C カールとか、うん、さっきのカットしたてのないやつでもガーリーで可愛いですけれど、うん、大人っぽいやつは C カールですね、はい、はい、で前髪もちょっとつけてもらう、うん、はい、そう、上品だし可愛いし、うん、すごく似合ってると思います、うん、はい、ありがとうございました。どうでしたか？はい、もうすごいありがとうございます、うん、全然今までこんなにボリュームが出たこともないし、あ、そうなんですか、この、うんうん、この少しずつの、はい、カール感がすごく可愛いし、あ、本当に作り方がね、うん、簡単だったので、うん、ミミさんもできると思います。はい、やってみます。はい、はいはい、ぜひじゃあ楽しんでやってみてください。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも骨格や輪郭のコンプレックスを彼女たちはどのようにカバーしているか、皆様の可愛いの新しいチャレンジの参考になれたら良いと思います。
ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。